黒尾山の山頂です。1828m 登場です。気持ちいいな。こんにちは、山遊びのたけしです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、本日はですね、群馬県にあります、赤城山、赤城山に、登っていきたいと思います。はい、ということですね、百名山の一つです、赤城山に、今回やってまいりました。はい、でね、赤城山、赤城山っていうのは、いくつかある山の総称で、まあ、例えるなら八ヶ岳みたいな感じなんですかね。で、今日登りますルートは、赤城山の中でもね、主峰と言われる黒尾山、黒尾山、はい、それから、そのお隣にある駒ヶ岳、この2つの山をね、こうぐるっと周回して、帰ってくるというそんな、ルートで行ってみたいなと思っております。一番メジャーなルートかなと思っております。で、今ですね、午前11時、15分ぐらいになっております。かなりね、ゆっくりめの今日はスタートなんですけれども、今現在地がですね、小野湖駐車場というところでございます。本日はこちらからね、今隣に大沼という綺麗なね、湖が、見えております。この湖畔をね、少し歩きまして、黒尾山登山口、そこから黒尾山に登りまして、駒ヶ岳に縦走し、同じ駐車場に降りてくるという、コースで歩いていきたいなと思っております。今日はですね、5月上旬なんですけれども、快晴の超最高のお天気、広がっておりますのでね、はい、楽しんでね、歩いていきたいと思います。それでは今日も楽しんでいきましょう。今大沼の湖畔のね、よく歩いております。めちゃくちゃ綺麗なね、これ湖で、アヒルボートとかあってね後で乗ろうかなとかって今言ってたんですけれども、めっちゃ気持ちいい。今日ゴールデンウィークなんですけれども、はい、もうまさに5月上旬のさつき晴れっていう感じで、最高のお天気ですね。気温がね、今だいたい20度ぐらいのはずです。はい、もう超登山日和やな、はい、あー最高。ただね、我々本日非常に寝不足でございます。はい、っていうのも、すごい渋滞に巻き込まれましてですね、ここまで、はい、東京、埼玉あたりにですね、はい、関西人の我々はあまり知らないどえれい渋滞に、はい、すごかったんだな。すごかったな。でも自分の機嫌も取れなくなり、もううわーってなって、途中から下道でもうちんたらちんたら来てたんですけれども、ちょっとそんなこんなでね、あんまり寝てないという状況なんですけれども、なるべく元気に頑張っていきたいと思います。今ね、この辺桜が咲いてます。確かに標高を考えるとね、うん、結構遅いのも、でもかなり遅咲きの桜なんかね、残ってるんかな、咲きかけって感じ。うん、はい、ということで11時、30分です。15分ほどね、大沼の隣、道路を歩いてきまして、登山口、ここからね、登っていきたいと思います。早速ね、岩のゴツゴツした、ちょっと悪路の登山道というふうには事前に聞いてたんですけれども、まさにちょっとそんな感じの道がいきなり始まっております。急登がまあまあ、まあまあですね、いいっすね。はい、しっかりした急登で歩き応えがあります。早速で、ここね、黒尾山は基本的にもう急登ギャッと登ったらもう山頂という感じで、登りはね、基本的に傾斜がね、多分急なんですけれども、標高差はね、500メーターもないぐらい、400何十メートルとかなので、まあ程よいハイキングと言いますか、はい、手軽な日帰り登山としてはね、すごくおすすめかなと思っております。よいしょ、まあまあ急登やな。よいしょ、そしてわあ、綺麗、大沼。さっきね、湖畔を歩いてました。こうずっとね、はあ、綺麗なとこ、青いな、わあ、穏やか、あー気持ちいい。少し登ってきまして10分ぐらいかな、はい、景色が開けました。
はい、急登なんでね、ちょっと時間歩いただけで結構標高は稼げる感じです。景色めちゃめちゃいいですね。めちゃめちゃいいな。わあ最高。はい、11時50分です。猫岩、猫岩ってとこまで行ってきました。どの岩が猫岩で、そして何がどう猫なんやろうっていうのは一切解説がないので、ちょっとよくわかりません。全然それっぽいのもなかったな。いや、もしかしたらこうその昔猫に似た形の岩がありましたとさ、あったそうなかもしれないです。っていう感じでね、引き続きこう岩岩したようなところ登っていってます。ここだけねちょっと緩やかかなという感じですね。ただひたすらにね、はい、岩岩したところを手とかしっかり使いながらね、はい、登っております。基本やっぱ急登ですね、ずっとね。はい、で結構ねこう一応ちゃんとねピンクテープとかあるんですけれども、結構ねなんか一直線で細いところが道が続いてるってよりも、結構ね多分いろんな人がいろんなところを歩いてるんで、いろんなとこにね歩けそうなとこがあるんですけれども、まあなるべくねこう元の登山道のとこにを歩くようにっていうのはね心がけてるんですけれども、結構どこでも歩けちゃう感じなので、ちょっと迷ったりねしないようにだけ、登山アプリとかね見ながら気をつけてもらえたらと思います。山頂まで平坦なところまで登ってきました。はい、ね周囲に結構ね雪山見えてたりとか、同じ群馬のね浅間山とか大きい山見えてたりとか、結構展望良さそうな感じですね。今日は天気もいいのでね、展望もしっかりと、はい、くっきりと見えております。ということで山頂の景色も楽しみでございます。もうそこですね。12時50分です。赤城山、はい、黒尾山の山頂です。1828m 登場です。やりました。1時間半ぐらいです。いやーいいですね。でね、山頂から2分ぐらいね行ったところに展望スポットがあるということで、山頂はねこんな感じで逆にこう木で覆われてますんで見えるけどちょっといまいちっていう感じで、その絶景スポットの方行ってみたいなと思います。はい、休憩にはいいと思います。めっちゃあーキレキレ、はあ、おーキレキレ、わーめっちゃキレ、うお開けた、うわーめっちゃキレ、絶景スポットまでやってきました。はい、展望はねあの西側がめちゃくちゃ開けてて、あの北の方はね谷川岳とか苗場山とか白い雪山が続いてて、ちょっと南の方に目線をずらすと浅間山とかね、この冬に行きました東屋さんとかね、はい、群馬の名峰たちがずらっと見えておりますっていう結構ナイスビューですので、はい、いい感じだね。めっちゃくっきり見えてますね多分ね今日。うん、天気がいいし霞もあんまないから最高でございます。
皆さん、ドローンいかがでしたでしょうか。めっちゃ綺麗じゃないですか。めちゃめちゃ綺麗やったね。やっぱ大沼やったっけな、はい、の池が、青い池がね本当に綺麗で、はい、周りの山々もね本当に、うん、めちゃめちゃいい景色でした。この歩いてるね登山道とか展望スポットからは見えない景色がねやっぱりいろいろ見えて、あ、こんな形してんのかとかっていうのがね分かって非常に面白いですよね。今、展望スポットから絶景スポットからまた山頂の方に、戻りまして、次ね駒ヶ岳っていう方にね、プチ縦走って言えるか分かんないですけれども、はい、駒ヶ岳の方に行ってみたいなと思います。標高はだいたい一緒ぐらいかな、若干こう下り基調で駒ヶ岳向かうようですね。はい、そちらのちょっと景色も楽しみに後半戦歩いていきたいと思います。こちらがですね、はい、登ってきました黒火山登山口から来る方と、はい、こっちまっすぐ行くとね、駒ヶ岳の方行きますので、この分岐をまっすぐ、今度は行きたいと思います。だいぶ下っておりますね。どんどん下っておりますね。はい、これで登り返しがあったらもう許さんぞという、もう下山かな、もう下山かな思ってね、駒ヶ岳に向かってるんですけどね今ね。だいぶ下っております。この辺あれやな、階段やな、そうやな、割となんか割と歩きやすくなっている。駒ヶ岳経由のこっちの道の方が道はいいですね、多分ね。なんせやね、これやな、目の前のこれ駒ヶ岳やな、多分それこ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 れ、うん、はい、これピューって降りて、うん、稜線ビャーって歩いてあの辺ですね、頂上ね。へえ、登り返しでございますね。はい、足が重たいです。よいしょ。でもね、黒火山に比べると標高 200m ぐらい下なんでね、そんなめっちゃ登り返さないと思います。結構サクッとねこれダブルで行ってもらえるんじゃないかなと思います。もうまっすぐ目の前にね駒ヶ岳山頂見えております。14時15分です。駒ヶ岳を通過いたしました。はい、駒ヶ岳もねすごい眺め良かったですね。はい、どっちかというとこの関東平野方面とか、まあ、大沼がね綺麗な青い湖がねこの真下に見えますんで、すごい綺麗ですね。あとは振り返ってこう見る黒火山もすごいドーンとそびえてて、すごくいい景色でございました。はい、何よりねこの辺道がいいんでめちゃくちゃ歩きやすいです。駒ヶ岳もね後にしまして、もうあとは登山口に下るだけということで、はい、下山も気をつけてね降りたいと思います。この稜線めっちゃ気持ちいいですね。両サイド開けててすごい開放的です。はぁ、あ、いいね。ほんで歩きやすい、階段がしっかりとついてる、嬉しいです。はい、皆さんここねめっちゃ開放的で超気持ちいいです。なんかね関東平野にドーンって降りてってる感じ。伝わりますかね、そんな感じで。めっちゃなんか開けてて、樹木も高いやつ木なくって、平野がドカーンと目の前広がってるんですよ。はあ、気持ちいいな。この景色見ながら降りれるのはいいな。ねえ、このね、赤城山のねこの赤城山系のこの裾野の広がり方すごい綺麗なんですよね。車で山に向かう途中も思ったんですけど、すごい綺麗に広がってます。はい、ということでね大沼ビジターセンター、右ということでね、こっから稜線とお別れして、はい、また多分結構急登になると思うんですけども、ガーッと、はい、あの大沼の方に下っていく感じになります。駒ヶ岳からね下りはこんな感じでずっとね階段、それから木の階段、それから、鉄の階段多めですね。ただところどころこうやって、岩も出てきたりという感じでも、結構こっちの方がやっぱ歩きやすいなっていう印象はあります。なんでねやっぱり、こうぐるっと周回で行く場合は、上り黒火山登山口の方から登って、
で、この駒ヶ岳の方から下るっていうのが上り下りの相性で言うといいんじゃないかなと思います。はい、ということで登山口降りてきました。14時50分です。はい、駒ヶ岳黒B さん登山口まで降りてきました。駐車場の目の前ですね。はい、ということで3時間40分ぐらいでぐるっと、休憩も含めね、周回してこれました。いや、11時スタートだった。何時ぐらい降りてこれるかなと思ってたんですけども、3時までに降りてこれて結構いい感じに、収まったかなという感想でございます。はい、いやすごい良かったですね。この赤城山、もっとねいろんな山がねあるっていうことなんで、また今後もね機会があったらいろいろ登ってみたいなと思うんですけれども、まずは王道ルートのこの黒尾山、それから駒ヶ岳間のね縦走路もすごく楽しかったですので、ぜひね初めて赤城山行こうかなという方はこのコースをおすすめさせていただきたいなと思います。はい、夏山シーズンがいよいよ始まってきました。またね引き続きいろんな山今年も登っていきますので、ぜひ、今後の動画もご覧いただけたらと思います。こちらの動画少しでも役に立った面白かったという方、チャンネル登録とグッドポイントぜひよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。